種はね、本当はもっと早く花を咲かせたかったの。周りのみんながね、とても綺麗な花を咲かせていたから。でもね、種は勇気が足りなかったの。自分に自信がなかったの。僕なんかじゃ綺麗な花は咲かせられないよ。そう思い込んでいたの。でもね、春のある日にね、種は感じたの。息苦しさを。とっても息苦しい。だからね、種はほんのちょっとだけ勇気を出して、地面から顔を出してみたの。そしたらね、世界が変わったの。頬に風を感じたの。全身に日の光を浴びたの。蝶々とだって話せたんだ。それはね、本当に気持ちが良かったの。種の心が動き出したの。不思議と力が湧いてきたんだ。綺麗な花じゃなくたっていい。僕は僕の花を咲かそう。これから先、きっと雨が降ったり、風が吹いたり、いろんな困難が待ち受けてるかもしれない。だけどね、種は決めたの。世界を楽しもうって。おしまい。Thank you.